さて、やるわよ。どうやってお家を建てるの？大工さんは？ルカはロクスとシーのところにいてくれる？ルカお嬢様、ここでケイナ様のなさることを見ていましょうね。きっと驚かれますね。まずは技術技能、クラフトスキルで。私とルカとロクスとシー、それぞれの部屋とリビングダイニング物置キー、家屋のテンプレートの中から一番大きなサイズを表示して。かしこまりました。良さそうね。よし、カーたちからもらった木材を。次に地精霊を召喚。土台を石化して固める。はあ、これは家の土台です。この上に家が建つんですよ。見ましょう。はい。じゃあいい？せーの。せーの。お邪魔します。ただいまよ。今日からここがルカの家なんだからね。おかえりなさい。ロクスとシーは柱が傾いてたりしてないか、床に隙間がないかとかチェックしてくれる？かしこまりました。お任せください。隅から隅まで抜かりなくチェックします。ルカ、中を案内するわ。うん。ここがロクスの部屋。え？ああ、じゃなくてシーの部屋。ロクスの部屋はこっちね。ここがキッチンよ。地下室を食料貯蔵庫として使うわ。で、ここがリビングダイニングで、ここが私の部屋で、隣がルカ、あなたの部屋よ。私のルカ、もし一人で寂しかったら私の部屋でもシーの部屋でも遠慮なく来ていいからね。